どうも、エルサです。それでは、バイオハザード RE2 やっていきましょう。そうですね。今回は、アイテムがね、だいぶ回収できてなかったのもあるんで、まあ、金庫とかいろいろあるんだけど、ちょっとアイテム回収もろもろ、行こうかなと。あと2階とかもね、行けてないっていうか、アイテムがないものが多いんで、ちょっと1回こっちからぐるーって回って行きながら、2階とかね、回っていこうかなと思います。まあ、今回は、さあね、特にやることがなくなるまではアイテム探しがメインになるかなと思いますね。はい、皆さんこんばんは。これはアイテム。早速いましたね。全然前回のことがあって、だから驚きがだいぶ半減してる気がするな。おお、いたか。ああ、僕一発もらってしまったが、ちょっと待って待って、まさかの2発。いやー、そっか、一回やめたらゾンビ増えてんのか。それはちょっと聞いてないね。それで、シエリね。これでナイフがないからか。さあ、まあね、いきなりダメージ食らってしまったんで、ちょっと逃げながら行こうかなと思いますが、とりあえずまっすぐ。あ、でも倒してるの倒してるまんまなんだ。いやー、最初から食らったね。どうしよっかな。しかも回復を今回全部置いてきてるんで、いやー、絶対また出てくるよな。ナイフ、ナイフこう考えるとめちゃくちゃ大事やね。とりあえず一回回復しよっかね。いや、こんなはずではなかったこんなはずではなかったんだけど、ナイフは持っておく。で、使うよね。でも完全回復ではないか。流し台ね。ロッカー、ヒス、金庫が、数値らしきものまだ見てないんでね。2階はシャワー室、アイテム取り忘れか。特になし。おお、マジでちょい、マッチいくらなんでもさ、ちょいっと、マジか。あれ、しかもいた。いやー、マジかちょっとさちょいっとさ、待ってよ。いや、ちょっともう怒りの一発だよ、今の。絶対オーバーキルだもんね。いやー、特にはなし。ああ、これはもうこのお宝だけか。マジかー
やばい、普通に、なんだろう、ダメージ食らってることの方がちょっとショック。まあ、あと一発やかいね。だよね、ちゃんとナイフだよね。特になし。次は、あ、これね。ないない。さあ、先行。そういえば、そっか、捨てるしかないのか。どうしよっかなーとなると、まあ、捨ててるしまうしかない。とりあえず回復回復。こんなはずではなかった こんなはずではなかった。アイテム回収した。隣の図書室はまだだよね。多分この辺り3階かーってなると、なんかあれ、アイテムは手に入れないと進めれなさそうなところあるからね。いないよね。いやー、後ろ取られるのきついなー。まあ、走っていくけどね。さあ、上へ。これも。だよね、C、D がないんだよね、そもそも。さあ、抜けていく。こっちは特にない。まあね、前回、厄介そうなやつは倒してるんで、書類があっただけ。この辺りも大丈夫だね。上からのゾンビがなんか見てたんだよね。まあこれは大丈夫そう。あ、ガンパウダーじゃなくてマガジンやね。このハンドガンの弾どれくらい持っていけるんだろうね。40発ぐらいかな。特にはなさそうやね。これじゃない？あ、じゃあね、C4 ね。さあ、使う。10？ 早い早い、いきなり10秒？ここあたり。よし。ん？ マジでいいの？なんかいいの？マジか。そこではない。マジか、いんのか。どこだ、どこいる。上、なんか聞こえますな。いやー、もらう覚悟でいくか。なんか上いるよね。ちょっと待ってね。待ってね。音するね。あ、はい。めちゃくちゃ走ってますね。
いやー、やべえな。今日何かとね、何かとうまくいってないからやばいんだよね。いやー、マジか。女神、女の人、弓、蛇。弓で、蛇。これしかないもんね、蛇っぽいやつね。さあ、バジメダルゲット。さあ、これで話は進めるとなったが、意外とさ、解いてないところ結構多いのよね。おい、おお、痛い。ちょっと待った待った、やろう。うん、君は、いやー、マジか。あ、痛い、マジか。ちょっと待った、一発じゃないのか。あー、なるほど。いやー、マジかー。散々音しなかったけど、ゲットした瞬間かー。心臓悪いって。いやー、今回だいぶ噛まれるねー。さ、しかもゲットするところからだね。もろ上走ってるね。女性、弓、蛇。いや、イベント戦みたいなもんか。さあ、来い。そう。やっぱりね、音関係ないね。どう？ってことは、これ2体いたってこと？そんな感じがしますね。はあ、しかも通れなくなってると、 C4 で。あー、あっち行ってなくてよかった。マジか。そりゃきついって。いやー、マジか。で、通れなくなったと。何かパスワード的なないかなー。下に降りていこう。降りて、さらに降りて、
アイテムをちょいと預けて、これはすぐ使いそうだしね。で、預ける。ちょっと組み合わせとこうかな。さあ、現地調達で回復は持っていこうかね。一旦セーブしとこう。そっか、ああいう仕掛けがあったか。あれ、つらいな。さあ、そういえばキーが欲しいんだけどね。まあ、女神像のところに行って、という感じかな。いやー、威力の高い武器とか欲しいけどね。一発一発がさ、結構グレネードの方は重いからさ 弾がね、なさすぎてさ。いやー、どこにも。さっきの金庫ぐらいか。どっかあるんだと思うんだけど。いやー、まあ、やべえな。右側のこっちの待合室とか言ってんで、こっち行きましょうか。なんかはめた瞬間イベント進みそうな気もするんで。こっちからは一応、いけそうだね。よし。まあまあ、アイテム回収もね、大事だからね。意外とそこはバリケードいらないってことは、ああ、ここも倒してなかったら逆にね、やられてた可能性もあると。あ、意外とここはいらない。警備室はいらない。トイレも特に用がないですね。プレスルーム、まあ行ったことあるか。そもそも何か開けれそうな気はするけどね。僕の記憶が正しければいるよね。1発、2発。あ、外した。ああ、外したー。ね、よし。さあ、まだやっぱ生きるか。何なのよ。いや、ほんとだよ。おー、待った。ああ、マジか、いい。いやー、強えよー。大丈夫そうやね。どちら？いやー、弾足りねえわ。にます。にます。いやー、どうしよっかな。グレネードはちょっとさすがに弾がもったいなさすぎる。あ、火消えた。にゃー、意外と。
おお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 
でも戻るんだね、ギチギチね。そこのゾンビもね、なんかここ通っていけそうな感じもするけど。落ちてない。奥だね、なんかあるのね。ほら、ほら、起きるんだ。クリティカルは出たね。OK。いやー、マジか。弾が簡単に減っていく。パスワードらしきものはさすがにないか、こんなところには。いや、あの中に多分キーとかあるんだろうな。ハートルーム、ああ、はいはい、そのキーアイテム手に入れたけど何に使うのか結局わからないままだもんね、まだね。さあ、こっち、なんかそういえば探さないといけないって言ってたね。ってことは、ダイヤル上、そうね、ここ通れなくなったからね。いやー、ということはこの辺りか、取り調べ室とか行ってないところにとりあえず行かないと。てか、ここ開ける方法なんか探さないとね。多分絶対パスワードとかね、ダイヤル上どうにかするみたいな感じだと思うんだけどね。この金庫とかね、いいか、話進めるか。ここまで来てとりあえずアイテム手に入れないと何も話さない、始まらないところあるしね。マジか、こんなに見つからないか、アイテム。もしかしたら、マービンが何かくれるかもしれない。じゃあ、とりあえずはめちゃいましょう。まだ狙えるわけではないって感じだね。おー、扉は開いた。地下に通じてるみたい。これで地獄から抜け出せる。ねえマービー、やったわ、抜け道があった。マービー、早くここを出ましょう。さ大丈夫？いや、俺はもうダメだ。一人で逃げろ。ダメよ、早く病院へ行かないと。いいから行け。こうなったらもう手遅れだ。今すぐ街を出ろ。あなたを置いていけない。こりゃ、頼むから行くんだ。俺を助けると思って。ねえマービン、
ありがとう。いや絶対マービンやばいやつだよね。てかだいぶアイテム取り残していったけどいいのかな。タイプライターがある。うん、ちょっと待った、なんでちょっと物騒な感じのがあるのかがちょっと気になる。あーなんか嫌な予感するな。これまだ使わないでしょ。これがこうで、いやー嫌な予感しかしねえなー。救急スプレー持っといて、でガンバードが何て言ってたっけ。ハンドガン、ガンバード2つ。ガンバード何個あるっけ。そうと、3つあるか。組み合わせといて、セーブしますか。霧がいいからね、なんかボスっぽい感じがめっちゃするんだけど、それもそれで嫌だな。あのそういえばあの4つ前になってるあいつは一体何なんだろう、名前ね全然調べてないんだけど。そういえばいやー嫌なやつ感しかしませんな。ポチッとな。さあ問題の近い、いや意外と何もいないか。いきなり上から落ちてくるとかそういうことはないよね。でこの下はお、なんかある。こっちもなんかあった。おー、手榴弾。いやーでも手榴弾めっちゃ強そうやしな。なんかよく見る警官バッジみたいなやつだったね。そ、こっちはない。そっか、さっきのこの道通るしかないか。あの、誰かいる？めっちゃ走っていったね。これダーッと走っていけるバーンって出てくるとかね。そんな感じじゃないか、いくらなんでも。相手はないよね。おー、開けた場所。あれ？どこ行った？ここは通れない。こっちか。さあ。あげることができない。誰かいるの？ねえ。大丈夫。何もしないから。怖いの？私が助けてあげる。助けがいるのはあなたの方だよ。何？よく聞こえない。あなたの方が危ない。どうして？そこすぐ後ろに。え？
やっぱボスか。冗談きついわ。いや、マジで冗談きついわ。いやー、ちょっと待って。いやいや、こっちが助けて。とりあえず取ると。あ、ほんと、ボス戦ですね。はいはい。はいはい。ちょうだいちょうだい。どこ。おー。ちょっと待って。とりあえず。どこだ。さっきなんか、あー、やっぱいい感じですね。あ、そっか。行き止まりあんのか。これ普通に撃って大丈夫なのか。いや、そんな感じではなさそう。血は出るけど、ヒットしょ。違うね。なんかそんな、おー、走れ。めっちゃ走ってやん。あ、そうだ、リロードしてる。いやいや、そういうのいらんから、おお、どっち。ああ、そもそもあれ聞いてる？全然効いてる感じがしないんだけど。あ、やばい、危なっ。さあ、ダメか。どっちから来ます。おお、さあさあ、はいはい、早く。なんかその目ん玉っぽいやつ出して、目ん玉っぽいやつ攻撃すると、いや、そういうわけでもないか。何発か当てるか。出ないね。あ、はいはいはい。絞って。おお、なんか当たってる感じがしたね。いや、違うね。外したね。走れ。さあ、入れて、いやー、ただ回るだけ。あ、いや、早い、思ってる、早い。で、これを奥行ったら、おお、危ない、やばい、いて。ちょっと待った。近い。ちっちゃくなった。いやー、これ弾足りるか。さあ、どうだ。
弱点が出る？あ、出るね。おお、走り。やばいね。よし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 。あー、弾、グレネード系撃って、ちょっとひるませて、いやー、ライフ高えよー。いや、ちょっと、早い。ただのお絵かけっこじゃん、これじゃ。お？意外と近づいてもいける。感じはしたが、よし、いやー、マジか。ええ、安心して、もう大丈夫。そこにあるはしごを下ろしてもらえない？一緒にママを探して。こんなとこにいるの？いると思う。いてほしい。ええ、いいわよ、探してあげる。はい、という感じで、ちょっとキリがいいんでね、今回ここまでしましょうか。いやー、そうですね、ライブ見てる方はここまで、ライブと、動画見てる方はここまでなんですけど、ライブ見てる方はまた引き続きお楽しみください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。ほんじゃあ、またな。